はい、皆さんこんにちは。古文ズルームのまさやんです。さあ、今日は器具心配のもぞもこそっていうタイトルをつけてみました。ぞこそ形助詞だよね。で、もも形助詞っていうのを覚えてる？一番最初の時に表に乗っかってたんだけど、もも形助詞です。形助詞のもに形助詞のぞこそがくっつくと、器具や心配を表す意味になります。はい、なのでこれは訳押さえとこうか。もぞもこそが来たら、こういうふうに訳してください。何々したら大変だとか、何々すると困る。こんな訳になります。はい、じゃあ左側に問題、練習問題作っておきました。丸一丸二。今回はね、傍線部じゃなくて全体を訳してほしいんだけど、どうでしょう。やってみてください。はい、スタート。はい、では答え合わせしていきましょう。丸一、雨もぞ降る。いるね、もぞが。はい、もぞがいるよ。もぞがいるので、これは雨が降ったら大変だとか、雨が降ると困るっていうふうに覚えてください。丸二、カラスなどもこそ見つくれ。いますね、もこそ。もこそがいるでしょ。カラスなどもこそ見つくれ。見つくれっていうのは、見つくっていう動詞の以前形です。上にこそがいるから未然形ね。あ、以前形ね。こそがいるので見つくれ。見つくっていう下二段動詞の以前形になってます。見つくっていう動詞は見つけるって意味だね。はい、ということで、カラスなどが見つけたら大変だ。カラスなどが見つけたら困る。こんな役になります。どう？今回は割と楽だよね。もぞもこそが来たら、何々したら大変だとか、何々すると困るっていうね、役になるよっていうのを覚えておいてください。本文に出てきた時にさ、みんなぞこそだけに集中しちゃって、上のもう忘れがちなので、これは忘れないようにね。多分こういうのってやっぱり問題を解いたりとか、文章に慣れて気づけるっていうね、頭にしておかないといけないと思うので、まあ頭に置いておいてください。忘れないようにね。はい、ということで今日は器具心配のもぞもこそでした。お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。さようなら。